いただきます。いただきます。いただきます。本日は、湯島駅あと1分の、フランス料理のお店エランさんに来てます。こちらがハヤシライス。本日はこれを2皿ですかね。5キロです。見てこれ。あ、これ赤ワインですよね。香りがすげえことになってる。で、この白いピャーっていうのは生クリームとのことでした。じゃあ最初の海苔チャレンジでいこうと思ったんですけど、あまりに香りが良すぎてもうチャレンジする気になれなくて、早く普通にいただきます。いただきます。玉ねぎとね、これ牛肉ですかね。これがよだれでしょ。うまっ。ちょっとリアクションに困るなこれ。すっげー、ハヤシライスって僕正直あんまり食べたことないんですよ。こんななんですね。すごいワインの香りとお肉と、あと炒められた玉ねぎの甘みっつうんですか。うん。おい。この酸味って赤ワインの酸味なんですか。赤ワイン。うま。このサラサラ汁もんなんですね。すっごい美味しそうでしょ。すっごい美味しいから上野からね、ちょっと離れてるんじゃないですけど、なんかこじまりとしたお店がブワーっていっぱい並んでるような路地の一角にあるんですけどね。てか地味にフランス料理屋さんに入ったのも生まれて初めてかもしれない。皆さん、見てください。特別にちょっとお願いしたいというわけじゃないですけど、このメニューは通常でもあるんですけど、こちらのエランさんでお出しする場合はちょっといろいろな関係で夜の10時以降見ないみたいですね。皆さんも普通に食べれますので、こちらじゃあマックスさん見てきましたって言って帰れば時間関係なく都合つけて作ります。もしこの動画を見て来ましたって言っていただいた皆様いらっしゃったら、お時間関係なくお出ししてくださるとのことでありがとうございます。ご協力いただいて、ちょっとやっぱ大人の味しますが、これはいい。
いや、めちゃくちゃ大人の味してるわ、これ。てか、具は肉とあれだけなんだね。玉ねぎ。カレーは割と食べる気あるんだけど、ダメだよ。チーズもったいないからパンとかつけて食べたいな。
まらんこれ。こんなこんなちょっと分かりづらいかな、ごめんなさい。デートとか連れてきたらモテんだろうな。フランス料理って発想がなかったもん。どう思います、その辺のこと。男性の方も女性の方も。毎日ってねわけじゃないと思うんですよ。たまには程度このぐらいまとまった量を僕大食いとか早食い系で食べないで、こうやって普通に食べるのって最近の中で相当レアだと思う。玉ねぎの甘み、赤ワインの香りっていうんですかね、大人。
少なくなってきてしまった。なんかもしれないですけど、やっぱフランス料理とかワインの、今日は静かなマックスでした。ごちそうさまでした。最高です。マックスさん、はい、あと5分ほど待ってもらえる。はい、なんか足りなさそうな私の方が本当ですか。謎のプレゼントが。じゃあ一旦こちら切りますね。はい、ちょっと今度角度を変えてこちら、さっき説明したんですけど、なんとか豚の焦がし蜂蜜ソース添えというちょっとお料理。いや、なんか緊張する。今までにないちょっと僕のチャンネルでのこの食事なんですけれども、いただきます。こんなです。超うめえじゃん。うん、これはなんだ。ごぼうまでうまい。さっきの大食いした後だから頭にタオルを巻いてて大変申し訳ないんですけれども、フランスのタオル巻いて。めちゃくちゃうまい。
のちょっと今皆さんに見せるためにちょっともう一個のやつで、この脂身の部分あるじゃないですか、これプルプルしてるんですけど歯応えがサクッサクッって感じなんですよ。この食感はちょっと僕の中では新しい。このそら豆かな、プルプルしてるトマトとそら豆とごぼうかな。うん、うまい。グリルしてある野菜すっげーうまい。フランス料理っていいっすね。これスプーンとフォークってこうやって置いていいのかな、あ、ナイフとわかんない、こうだっけ、なんか ありますよね、わかんない、まあいいや。ごちそうさまでした。フランス料理です。はい。